こだろう。こんにちは。君が四郎君だね。率直に聞くけど、孤児院に預けられるのと初めて会ったおじさんに引き取られるの、君はどっちがいいかな？そうか、よかった。なら早く身支度を済ませよう。新しい家に一日でも早く慣れなくっちゃいけないからね。おっと、大切なことを言い忘れた。うちに来る前に一つだけ教えなくちゃいけないことがある。はじめに言っておくとね、僕は魔法使いなんだ。うわ、じいさんすごいな。Thank you.
Thank you.